どうも森のんです。どうもピエです。初登場ということでサラリーマン風な初です。5年目にしてサラリーマン風の相方を持つのは初ということで。あ、そうなんだ。はい、この前飲んだ時に議論があります。そう知ってます、まあ、結構グロい映画なんですよ。スパゲティナポリタン特に食えなかったんですよ僕。具合悪くなっちゃってこのピエさんが、いや俺は全然余裕です、むしろソーのアイスを食いながら飯を食えないと白いご飯ね白いご飯それはやるしかないなと、やるしかないいうことになりまして、今日立証する説はこちら。ソーを見ながらナポリタン、ソーをおかずにご飯、どちらもきつい説ということで早速買い物に参りたいと思います。はい、行きましょう。美味しそうですね。はい、これだけ見たらすごく美味しそうです。なんか堅苦しくないですか。あ、うん、そうね、仕事終わりだからね。3、2、1、着替えました。準備ができたんで、はい、早速層をかけたいなと思います。まあ飛ばし飛ばし見ますよ、別にフルでこの映画を見る気はない結構これ雑だよね、あの、うん、グロテスクになるまでが雑だよ、うん、いただきまーす。実食。はい。まあ普通の状態になるうまいに決まってる、ね。むしろ全部食べちゃおうかなと思うぐらい。ちょっと待って。もう一回買いに行く。もう一回着替えるし。めっちゃファック言ってる。あと5秒でやられますよ。ああ。うわー結構。これ視聴者さん見れ、何が起きてるか全然わかんないからね。うわーい、おーおい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 、食うんかい食うんかい、うーおー、なんか今ナポリタンみたいなの出てますからね、ドゥルーンって。うわー、気持ちが悪いわ。あ、これただのオープニングなの。うわーマジか、うん、いやー結構気持ち悪いですけど、まあでも、いやでもね、これ2人だからっていうのは結構でかい。これね多分1人でやってたら、ね、同士がいると1人だったら多分食わないこれ、うん、食わない意外に食えない。全然余裕って言って全然余裕って言って終わりました。まあまあまあ、ね、振り返りは後にして、いかにこれとこれがきついかどうかっていう話なんですけど、さあ交互に食うことをあれしましょうか。まず米いただきます。塩おにぎりです。あ、もうデザート、あでもデザートって考えたら、うん、おはぎ、おはぎ的な。どうですか、俺好きかも。俺いける俺もいけんだけど、俺好きあのね塩味がついてるんで合うんすよね。うん、なんかね果肉入ってると思えばそう率じゃない、説立証ならないんじゃない結果そう結構きつかったぞ、あの見ながら食うの序盤だしね、しかもこれは俺の説が立証ということでいけるなうん、で本当にいけるよマジで、うんうん、みんな試してた。でもめっちゃ美味しいわけではない、いけるっていうだけ、うんうん、こういうご飯もあるよ。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあね、エンディング見てくれてありがとうございます。まずね、チャンネル登録っていうものをし、撮影も11しくてですね、 YouTube のアカウントを持ってる人はぜひね、このボタンね、清き一票お願いします。そしてですね、こちら簡単ですね、ポチッ、撮影も11と、ログインしてる人は簡単にね
これを押していただくだけでかなり嬉しいございますのでね、これはちょっと避けていただいて、そのまま URL 貼っ付けておきますので、そこから飛んでいただければいいかなと思います。Facebook とか、LINE とかもその動画説明欄から飛べますので、ぜひぜひ私と普通に一般人の私とですね、繋がれたら嬉しいございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。